ちゃんの名前はね、ボストンで今にも生まれちゃうって時にタクシー相乗りさせてくれた人が。夏を乗り切って強い子に育つから7月生まれは祝福される。俺の育った故郷では7月を有利と言うんですよ。ってあまりにも爽やかに笑って言うからママ思わずつけちゃったのよ。7月生まれだから有利、素敵だと思わない？だったらなんでこんな感じ当てたんだ。有益の有に利益の利で有利。あー、のぼせる。なんだよ村田、もう出んの？急がないと野球の試合観戦間に合わないよ。大丈夫だって渋谷、急げよな。了解。俺の名前は渋谷優里。1年前、水洗トイレから流されて異世界の王様に就任した。今となっちゃ、いろんなことがあったよな。出た！うわ、出た！あなたは確か陛下の身の回りのお世話をする王様のフォンクライスト教ギュンターでございます。あ、ギュンターね。うん、はい、ギュンターでございます。いや、あそうそうあそう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 、あの、どうだ、絵になるまぜき、何から何まで祖国のその瞳、虜になるから、ああ、あなたの眼差し胸を貫く、ああ、情熱的に心に染みるの、バキュン、愛しのマジェスティ、隅から隅まで、うっうっう、祖国のその髪を風になびかせ、ああ、あなたの匂い腰も砕く、ああ、美薬のようにふっとさせるの、ギュンターでございます。きっときっと待ちわびて、ギュンターでございます。思い続けたギュンターでございます。もっともっと私も焦がして、もっともっと枯れ長伏せて、あっ、雨に負けず風に負けず、夢の中で見たのは、ああ、ダメな、私も行かせてくださいませ。ギュンターでございます。君と君とこれから先は、ギュンターでございます。離れないでしょ、ギュンターでございます。さてさて、私のすべてをだってだって捧げたいの。捧げたい。あのね、ギュンター。何でございましょう。一応俺の回想シーンなんだけど、たとえ陛下がどこにいようと、陛下の回想シーンであろうと、陛下が私を必要とするのであれば、どんなところであろうと。いや、別に必要とは。陛下は今、一月前に起こった出来事を思い出されているのですね。あ、そうなんだけど、歌まで歌わなくても。わかりました。うん、では、いつ陛下が私たちの世界、新魔国に来られてもいいよ。うん、改めてご説明いたしましょう。あ、どうも。今から18年前。陛下の魂は新魔国でお生まれになるはずでした。ところが当時戦後の混乱のためか、偉大なる新王のご判断は陛下の御霊を
異界へ送るというものでした。そこで我々は陛下の気高い魂を地球へお連れしたんです。あのさ、陛下はそこで現在のご尊父とご母堂の間でお体を作られ、こちらの世界でお育ちになられたんです。ちょっと待って。しかしつい最頃、本来ならば異世界で成人するまで安全にお過ごしいただくはずだった陛下。どうなされました？陛下、前にも言ったけど、もっと噛み砕いてきて。噛み砕いていったつもりなのですが、要は俺は新魔国に生まれるはずだったけど、違う世界で生まれ育って用事ができたから呼び戻したってことなんだろ。その通りです。陛下、ちょっと、陛下の、陛下が、陛下の、陛下の、本当にそれ俺なの？本当に誰か別な人と間違えてない？もちろんです。純粋な気高い黒髪、澄み切った曇りのない闇の瞳、そしてまだ何の要素とも名役を結んでいないのにもかかわらずお出しになったあの水の竜の術、陛下こそ我々が待ち望んでいた魔王陛下です。そうなんだよね、やっぱり俺魔王なんだよね。陛下は紛れもなく魔族です。それも最も高貴なる黒を宿された第27代魔王陛下でございます。おい渋谷。では陛下、またまたね。おい早くしないと本当に遅れちゃうよ。あ、分かった、今行く。もうまったく平凡な高校生にはハードすぎる体験だったよな。しかも魔王だし。夢じゃないんだよな。だってあの名付け親がくれたこの青い魔石があるんだから。ん？え？湯船に穴？ちょ、うわあっと、やばいよ、村田、村田、吸い込まれる、マジ勘弁。うわっ、これってあの時と一緒じゃん。俺はまた新魔国に行っちゃうの。かけてた眩しい光の中で追いかけてたきらめきは一体どこに行ったの。少しずつ大人になっていくことが少しずつ寂しくなっていったけど君の旅歌を埋めることで僕は勇気を持てた。
来も求めてきっと僕らは輝けるはずさ。ジュリア、俺はとても幸せな男だと思う。君を失ったとき、俺はこの世のすべてを憎み、責めた。自分自身を憎み、責めた。生き延びたことを罪と恥、生きてゆくことに絶望した。もう二度と命を懸けて守るべきものを与えられることはないのだと、魔族の血を呪った。ジュリア、俺は今でも生きているよ。君を忘れることはできないけれど、もう一度大切なものを見つけたんだ。銭湯じゃないよな。え、あれ、え、なんか髪の長い人がって、女湯？皆さん大丈夫ですよ。俺、女の子には人畜無害めっちゃ払えてて。陛下？え、俺のことわかるのか？ってことは、やっぱりここは新魔国？陛下よ、陛下、本当だよ。いや、ちょっと、あの、かわいい。いや、ちょっと待って、痛い、ひげドリドリしてるって、ちょっと待って、あんたらまさかのお兄さんたち？やだ、そんなこと言わないで。やっぱり。セイトのワンピース、ハミレットワンディトーキン、あー、どんなにこっち見なびて、筋肉、ハトのいるハトブレ、派手なパーティードレス、ハミレット大体シトーキン、どんなにこっち見なびて、でも半分趣味など、泣きしめて朝になれば声ガラガラ、連れ去って朝になれば顔ボロボロ、泣かないわ私だって女の子だもん、ヒゲはちょいちょい空中だけど負けないわ私だって乙女なんだもん。胸のキュンキュン、ただの胸焼け、うわささやいて夜になれば軍事ベタベタ、触れ合って
夜になれば晩寝てかてか泣かないわ私どんなに喧嘩がられてもガラスのハートで当たってよ負けないわ私お父さんに似てきたもんお兄さんじゃないのよ女の子ユンタ、早く助けて。ユンタ様？あヘイカもいいけど、ユンタ様も素敵。あとはよろしく、ユンタ。はい。救出成功。お帰りなさい、陛下。ただいま、名付け親。でも他人行儀に陛下なんて呼ぶなよ。そうでした、ユーリ。さ、参りましょう。ちょっと、ちょっと待って待って、ちょっと、陛下、やめて、やめて、お尻を触ってる。陛下、待って、ちょっと待って、陛下。すっげえ、この学ランみたいな服、こっちで作ったの？はい。陛下の美しいお姿を引き立たせる最高のお召し物でございますから。で、ここは血明城じゃないよな。新魔国の東端にあるボルテール城です。グエンダルの居城ですよ。グエンダルのか。おっかねえ。それにしても陛下、ご健勝そうで何よりです。急にお姿を消されて私10日も泣き暮らしまして。こんな大げさな。本当なんですよ。あ、そりゃ悪かったね陛下。いやでも俺家庭も大事にしたいもんだからさ。即位なされたのですから民は皆陛下の子供と同じなのです。俺若干15歳にしてすげえ子だくさん。どうかお見捨てなきよ。わかった。わかったよ。ギュンタ、そろそろ本題に。そうですね。何？本題って。早速ではございますが、陛下には重大な決断をしていただかなければなりません。人間どもに不穏な動きが近いうち、一戦交えることになるでしょう。え？どうか、開戦のお覚悟。開戦って、戦争？え？ダメだよ。前にこの世界に来た時にも言っただろ。俺は絶対に戦争はしないって。ですか、陛下。絶対だめ。しかし、いいか、一回の男子高校生の俺が魔王になったのは、魔族と人間の共存のためだ。それなのに口を開けば戦争戦争って、種族や主張が違うから殺し合っていいなんて間違ってる。この世界にそれを唱える人がいないなら、俺が最初の一人になってやる。陛下のお気持ちは十分わかります。しかし、奴らが仕掛けてきたらどうなさいます。戦わずして降伏するわけには。それでもとにかく戦争はダメ。陛下、大体なんだよ人間どもの不穏な動きってのは。具体的に言ってみろって。実は陛下、奴らが人間どもが金をばらまいて砲術師を集めている。戦場で魔術に対抗できるのは砲術だけだからな。ゴッドファーザー愛のテーマが似合う男はグエンダル。こんな時にまた戻っておいてですか。あ、素直で従順でおとなしい魔王陛下。俺だって好きで戻ってきたわけじゃ。それに私の城に入る許可を与えた覚えはないのだが。なんだよ、王様が進化のお宅訪問しちゃいけないのかよ。ユーリー、ウィーン少年合唱団 OA 風のお前は何をわけわかんないこと言っている。
ボルフラン戴冠式の最中に消えるなんて、お前ってやつは。そんなこと俺に言われても。いいか忘れんなよ。僕はお前の進化で婚約者だ。ああ、そうだったよね。お忘れですか。確か俺がこいつにビンタしてそうなったんだよな。ええ、こちらの世界では相手の左頬を打つのは求婚の行為。打たれた者が右頬も差し出せば願いを受け入れるという返事で、俺はめでたくこいつの婚約者になったんだよな。ええ、これを見ろ。こんな異文化のギャップあったな。俺その設定すっかり忘れてた。なんだと。これを見ろ。金を出していたのはカバルケードだ。ソンダーガードではなくて。ソンダーガードと見せかけてカバルケードが金を出していた。まさか。私の手の者の言葉を信用しないのなら独自に調べてもらうしかない。いえ、彼の力は私も認めるところです。しかしカバルケードは今海賊問題でそれどころではないでしょう。表向きはな。なんか嫌な話。ああ、なんだよ。どうして僕があげた黄色の翼をつけてないんだ。ああ、だってあれブローチだろ。こっち来るとき俺全裸だったから。全裸。そう、全裸。まさかユーリ、もうね、あちらで素性の知恵者といかがわしいこと。どうしてそうなる。このモテない人生15年の俺が。だいたいお前は慎みがないのだ。少し見た目がいいからといって。はあ、慎み。グエン・ギュンター、 まず陛下にご報告すべきでは。子供同士話があるようだが。言ったろ、戦争はしないって。ではどうなさりたいのかね、陛下。話し合いの場所を持てっての。それで仲良くなって協定とか条約とか。話にならんな。それができる相手ならすでにそうしている。ああ、断られたんだ。だよね。こんな小表に威圧されたら嫌でも仲良くする気がうせるよな。カンナト、お前のお気に入りの新王陛下は我々魔族と人間どもとどちらを勝者にするつもりだ。陛下は稀に見る大物だから。でも戦を回避する方法ならおすすめの案が一つだけある。どんな。実は魔王陛下にしか触れることができない伝説の武器があるんです。魔王にしか手にできない伝説の武器。ひとたび発動すればこの世の果てまで焼き尽くすという伝説の武器が、ま、実際にはそう、小都市を吹き飛ばす程度ですか。すげえじゃんそれ。とはいえそれが伝説の剣であることに変わりはございません。史上最強の最終兵器、その名もリンサルウェポンメルギフだな。いえ陛下、モルギフです。ん、モルギフ。惜しい、メルギブソンじゃないのかよ。最後に発動した後長い間余計が分からなくなっていたのですが、見つかったんだ。最終兵器が魔王の元に戻ったとなれば周辺の諸国は迂闊に手を出せなくなる。なるほど。それに伝説の剣だから手にすれば王としての格も上がるし。いいじゃん、今すぐ取りに行こうぜ、その勇者の聖剣を。聖剣。陛下、またそんなおたわぶれを。え、そうだぞユーリ、聖剣なんてありがたくもないだろ。違う、魔王の持つ剣なんだから。まさかの魔剣に決まってるじゃないですか。そうだよね、魔王の持つ剣だから魔剣だよね。選ばれし者しか触れることができぬこの世の果てまで焼き尽くす。焼かれたものが泣き叫ぶエンブレ、人の命吸い込む。その名も魔剣モルギフ、長き眠る
ただいま目覚め。神魔国の最終兵器、その名も魔剣モルギ、復活の庭は庭にせい。主の帰りまた別の夜越え響き渡る。神魔国の最終兵器、その名も魔剣モルギ、解き放たれる偉大な力。神魔国の最終兵器、その名も魔剣モルギ、どちらに凍えず神の御子。魔剣メルギブって、んな遠い島にあるのな。メルギブじゃなくてモルギフね。これはこれは、誰かと思えば神魔王陛下ではありませんか。わあ、お前は憧れアメフトマッチョ。ふん。あ、今鼻で笑ったな。しかもちょっとかっこいいし。ふん。だから鼻で笑うなっての。相変わらずだな、今度のバカ魔王は。なんだと？アーダルベルト、お前がなぜこんなところにいる。そうそう、アーダルベルトね。ウェラキョウ、貴様こそ一体何をしている。わざわざ魔王を変装させてまで、しかも護衛を貴様一人で賄っているとは、ただならぬ妖艶と見たが。お前には関係ない。この船は人間の領地へ向かう船だ。そうか、さしずめ、人間たちの争いを鎮めるためにバンダービーア島でも目指しているのか。そこをどけ。図星か。いいからそこをどけ。よくぞ来た、俺の日記が宿る場所へ。よくぞ来た、俺の愛す人がいた場所へ。もうこれ以上生かせない、俺の大切なもの守るため、たとえこの身が朽ち果てても、俺の魂はこの地に根を張る。奮い立て、等しい獣たちよ。胸に閉じ込めた嘘や怨念解き放て。裏切られたこの気持ち、誰にも分かりはしない。引き裂かれたこの気持ち、お前らにも分かりはしない。狂い裂け、生きとし生ける者たちよ。
この目に映るこの世界疑念や偽善朽ち果てろうわー奮い立て胸に閉じ込めたぞや女に解き放てコーラと船が出る時間だ。陛下、先に行っていてください。必ず後で追いかけます。わかった。そううまくいくかな。あれなんだか体が宙に浮いてる気がするし、てか本当に宙に浮いてるし、国家今日残し、うわ久しぶり、元気だった？交通貴族か。あんな士族をよく仕込んだものだ。彼らは魔王に忠実だ。どこかの誰かのように支援に取られて自分を失うこともない。支援だと？貴様はどうなんだ俺ら今日なあ、俺たちはくだらねえ魔族の連中に愛する女を奪われた者同士だ。ましてお前は半分人間だろ。あんな連中のために使うとはその腕惜しいとは思わないか。残念、お前ほど愛に一途じゃないんでね。カカおっと、多勢に無勢ってところだな。また会おうぜ、ウェラキョウ。待て、顔言わせるな。ところでどうしてここへ？あ、ギュンター様に船着き場までは離れて護衛するようにと。ギュンターめ、でも助かった、礼を言う。いえ。それとギュンタンにこのことは言わないでおいてくれ。しかし、あまり心配させたくないのだ。かしこまりました。ユーリー、そのまま甲板まで運んでもらってください。コッヒー、このまま船まで運んでくれるかい？ありがとう、コーヒー。陛下、大丈夫でしたか？コーラと、この船では俺は越後のちりめん問屋のドラムスコ三つえもんっていう設定だろ。そうでした、陛下。あ、じゃなくて坊ちゃん。話し合わせてくれないと変装した意味ねえじゃん。なるべく目立たないようにお供はコンラーと一人にして、髪も染めてカラコンも入れたんだから。こっちの世界では黒目黒髪は魔族の証ですからね。これから人間の国に入るんですから。陛下、出なくて坊ちゃん。坊ちゃん坊ちゃんでしたか。ごきげんよう。坊ちゃんが魔族であり魔王であることは隠し通さなければいけませんから。ってわけで、俺が一等戦士の金持ちのボンボンで、俺がお供の格さんというわけですね。引導はないけどな。え？遅いぞお前たち。え？わあ！よくだろう。ギュンター、まだオートに戻ってなかったのか？グエンダル、それどころではないのです。あ、ボルクラブが陛下の後を追ったらしいのです。なんだと？姿が見えないと思ったら。あ、まあボルフラムだって自分の身くらいは守るだろう。アステマトイになるとも思えんが。アステマトイにならないですって。あの
わがままプーが。わがままプーとはボルフラムのことか。そうです。わがままプー。実は私もそう思っていた。珍しく意見が一致しましたね。はあ。はあ。はあ。うん。あたい。はあ。あいと。なんでお前がここにいるんだ。なんでとはなんだ。婚約者なんだから一緒にいて当然だろ。道理で城を出るとき姿が見えないと思った。荷物が重いと思ったら密航してきたのか。それはわがまま。いや、それはクエンダラーニエが留守番しろとうるさいから。だってお前船に弱いだろう。こんな気持ち悪い。ほら。どうしたの。あんな弱った顔されちゃ説教する気も失せますよ。まあまあそう言うなよお兄ちゃん。おや、これはついてきなさい。おはようございます。神主人はまだカバルケード流の挨拶に慣れていなくて。ああ、アクシデントじゃなくて挨拶だったのか。さあどうです、ご一緒に朝食など。頼む、こんなと。ご覧の通り大変内気な主でして。ああそれは残念。婚約者が密航の危険を冒してまで追いかけてきたと聞いて、どんなに情熱的な美女部かと噂しておりましたが、まさかこんなに可愛らしいお方とは。ボルフラム、俺たちとんでもないことになってるぞ。ご挨拶が遅れました。私はミッシナイのヒスクライフ、そしてこれは娘のベアトリスです。主人は越後のチリメンドン屋の三つえもん、私はお供の格之進と申します。越後、越後とはどの。越後の東にあたります。飛騨の北です。とにかく遠くからおいでのようだ。ええー。ではやはりバンダービーヤの火祭りよ。そんなことも満足にできねえのか。すいませんでした。かかって。もう二度と。坊ちゃん、いけません。でも騒ぎが大きくなる。でも相手は子供なのに。許してください。わかりました。下がっていて。クソが。この船で朝っぱらから子供を殴るのか。なんだと。耳障りだ。主人が気分を害している。こいつは筆頭選出のお客さん。いや、こいつがとんでもない間違いだ。もういい、消えろ。こりゃとも。おい、おい、大丈夫か。あ、おい。正義感や良心が痛みますか。けどこれであの船員は金で動く男だと分かった。おまけに子供を殴る最低野郎ですね。なんか反省した。どうして。俺どうして魔王なんかにってずっと思ってたわけ。運が悪い、俺って不幸だって。だけど間違ってた。世の中にはさ、俺なんかよりももっとこう不幸なものが存在すると。だってあの子日本だったらせいぜい小1か中1くらいだぜ。それが労働強制されて挙句殴られてた。だとしても彼が不幸だと決めつけるのはちょっと一方的でしょう。そうかな。それよりも気がかりなのはヒスクライフです。え、あのピッカリ君。ええ、ミッシナイはヒルドヤードの北の外れですが、
彼の挨拶はカバルケードの上流階級のものだった。カバルケードってこっそり新魔国との戦闘準備始めてる国じゃんかよ。ええ、しかもかなりの剣の使い手だ。え、指に剣だこが。気づかなかった。ディナーの後は清掃で社交パーティーって豪華客船の旅超めんどくせー。僕たちは特別室のお客様だから。いやだからってさ、欠席すると変な噂が立ちかねない。どうか我慢して。だってなんかコンタクトの調子も悪いし。あ、こすっちゃダメだユーリー。ほら見せて。瞳からずれてますね。痛い？ちょっとだけ。もう一回入れ直しましょう。え、いや待って、この大丈夫、俺を信じて。あ、待って、この後怖い。優しくしますから。入った。お前らいい加減にしろー。なんだよボルフラム。黙れ、婚約者の僕が弱ってる隙に浮気は許さん。はぁ、またお前はよく。じゃあ、ちょ、待て、あ、待て、本来痛い、痛い、怖いだ。ちょ、本が痛い、本は痛いって、痛いってもう、痛いって言ってんだろ。あ、俺にその本、ギュンターが持たせてくれた本だし。ギュンターですか？なんか、旅の必需品だって。でも俺、魔族の文字読めなくて。じゃあ僕が読んでやる。春から始める夢日記。本日初めて陛下にお会いした。陛下は私の乏しい想像力で思い描いていたよりも数十倍も素晴らしいお方だ。黄金色の麦の穂を背にして馬から降り立たれたユーリ様は白く優雅な指先で漆黒の髪をさらりと払い、こそおめえそうな輝く瞳で私に向かっておっしゃった。ジューデスなるともグッドーよ、私が戻ってこれたのはお前のおかげだ。なんだその日記。ギュンターの日記ですね。事実と激しく異なるんですけど。陛下、ラブラブ日記でしたね。やめてくれよ。こんなところで何をしている。執務はどうした。邪魔しないでください。今占っているのです。占い。無駄な。危険を察知して陛下のお役に立つために煮えたぎった油の中に子猫を落とし、それで陛下の。あれ、やめろ貴様、これは虐待だぞ。そら怖がってめいめい泣いてるではないか。もう大丈夫でちゅよ。こんなひどいことはさせませんからね。グエ、あなたユンタ、私の目が黒いうちは二度と子猫の虐待は許さん。思わずミュウミュウ、気づけばミャンミャン、このしなやかな体、このまんまるい背中、猫さんふさふさ毛並み、猫さんこのつぶらな瞳、猫さん遊び疲れるとおとなしくなる、猫さん言いたいことが顔に書いてある、そんな猫タンを虐
虐待するなんて、この私が許さない。子猫虐待禁止令、子猫虐待禁止令。撫でればゴロゴロ、育てばめめ、このプニプニの肉球、このダラダラのベロ。猫たん気ままな性格猫たん尖った集め、猫たん白十詰め研ぐ、カーテン破る猫たん、つまみ食いする、物壊しまくる。そんな猫たんを虐待するなんて、この私が許さない。子猫虐待禁止令、子猫虐待禁止令。子猫は絶対虐待させない。パーティー会場が6メーカーみたいなのは想像ついてたんだけど、そういうマナーなのかな。食べた骨付き肉の骨は床に捨てるって。としか考えられませんね。にしてもやっぱりこういう場所落ち着かないよ。それは困った。これから踊らないといけないのに。俺が？大丈夫ですよ。大丈夫なんてないだろう。女の子とダンスなんて小学校の運動会止まりで。ちなみに小学校ではどんなステップは？オクラホマミキサーと秩父音頭。じゃあまず俺で練習しときますか。やだやだやだ、男と組むのは。大丈夫、テニスのダブルスみたいなもんです。でも俺女の子役やるのは絶対嫌だ。いいですよ、俺がそっちをやりましょう。いつもと逆だから、こっちから俺の腰に手を回してこうかな。どうです？ダンスのパートって男女の問題ってより身長重視なんだな。相手がグエンダルじゃなくてよかったでしょ。あれ、おや、チークタイムのようですね。大丈夫、こうやって揺れてりゃなんとかなります。揺れてりゃねえ。私と踊ってくださらない？うわぁ、素晴らしい上腕二頭筋ですね。ありがとう。ねえ、私と。せっかくですけど。ちょっと待った、私が先に目をつけていたのよ。お待ちなさい、最初に目があったのは私よ。ダメじゃ、わらわの運命の人なのじゃ。なんですって。モテない歴イコール年齢の俺が今なぜか大人気で。いや、さすが三重もん坊ちゃん、絶対面白がってるでしょ。主人がモテモテなのは見てて楽しいもんです。もう決めかねておられるようですね。ああ、ピッカリ君。ピッカリキャラクターのヒスクライブさん。お困りならこんな案はいかがですかね。ベアトリスと踊ってやってはもらえませんか。娘さんと、ええ、情熱的な婚約者と燃えるような恋をしているあなたに、ぜひ最初の相手をお願いしたいのです。娘にもそういう人生を送らせてやりたいのでね。なんかいろいろ誤解が。一曲踊っていただけませんかとか、お嬢さんお手をどうぞとか、ダンディに誘うんですよ。分かったよ。お嬢さん、お手を拝借。ロリコンなの？違う。こっちよ。ちょっと。
私のダンス、いつの日か王女様になることを夢見て、素敵に踊るの。素敵さ見とれてしまう、あの頃のお母様に負けないくらいときめいてしまう。争い事があっても、悲しいことがあっても、音楽に身を任せ忘れられるの。踊り朝と地球儀の上、目に手を通って、今夜のパートナーはあなたしかいない。踊り朝と地球儀の上、目と目合わせて、未来のパートナーはあなたかもしれない。髪を染めてるの？どうして分かったの？似合わないから。君のお父さんってどんな人？恋のためなら何もかも捨てられる人。そりゃあかっこいいな。あなたもちょっとかっこいいわよ。俺が？おだいあたさを地球儀の上、手に手を取って、おだいあたさを地球儀の上、目と目合わせて、未来のパートナーはあなたかもしれない。素晴らしかったよ、ベアトリス。さすが私のお姫様だ。王女様みたいだった？もちろん。お前とお母様は私の誇りだ。お父様大好き。ベアトリス。こっちが恥ずかしいな。やべ、コンタクト外れ。どうしたの？いや、なんでもない。黒目バレルコンタクト、や、カクさんや。カクさん。ああいうのがタイプか。邪魔しちゃ悪いよな。やっべえ。早く部屋に戻って、コンタクト直さないと。マイケ！うわっ！すいません、お客様。どこかお怪我を。僕だ！俺は今、生まれて初めてコンタクトを落とした。ちょ、床照らしてくれ。あ、はい。ったく、やっべえ。あれ？君さっきの、どうしたの？こんなところで。仕事で見回りに。へぇ、見習いさんも大変だね。昼間もあんなに乱暴されてたし。あれは仕方ないんです。俺が頭悪くて仕事を覚えられなかったから。仕方ない？ あんなに殴られて？見習いの頃はみんなそうですから。みんな？俺なんか、最初の航海からこんなすごい船に乗れて幸せです。幸せなの？ええ。いつか、こんな船を動かすのが夢なんです。そっか。ごめんな。どうしたんです？あ、いや、なんか。あ！お客さん胸元になんか光ってますけど。え？ああ！あった！
よかったですね。では、みんなら行くん。リンクです。では、リンク君、見回りご苦労。またな。踊ったのか？え？ダンスを踊ったのか？いや、なんでそんなトゲトゲしい。ダンスを踊ったのかと聞いてんだ、このシリガル！シリガル？ああ、フットワークが軽いってこと？裏切り者って意味だ！はあ？いいか？確かにお前は外見だけは上等だ。目をつける輩も多いだろう。だからといって、すぐ誘いに乗るんじゃない！ちょっと待って、ちょっと、それは僕に対する裏切り行為だ！そう！ちょっと待ってって、いくら可愛いからといって、貞節もなしては、貴族の伴侶として認められないぞ！待って待って、可愛いのはお前だろ！でこ、可愛いのは僕か！そもそも貞節ってのさ、お前、うわ！え？何？もしかして氷山に激突？いや、この船の航路は暖流だ。氷山はないぞ。そんなの分かんねえじゃん。逃げないと。早く。ユリ！こんなと。よかった、無事で。今んとこ無事だけど、でもこの船の氷山に。沈没はしません。だがそれ以上にまずいことになった。どういうこと？ボルヘラム、剣はあるか？ああ。よし。二人とも、ここに隠れて。え？いいから。おい！何すんだよ！この船は海賊の襲撃を受けています。海賊だと？もうかなりの数が突入してきてる。だったら、こうなっても隠れないと。何言ってるんですか？こういう時のために俺がいるんだ。でも。デッキで食い止めます。いいですか？決して短気を起こさないように。あなたに万一のことがあれば、ユンタも国民も泣きますからね。あんたは？俺？泣いてくれるんだろ？その時は、違う場所で再会してるよ。僕も戦う。ダメだ。僕の腕を信じてないのか。信じてるさ。だから陛下を。よし、弟さんのことは俺に任せろ。頼もしいね、ユーリ。俺が戻れなくても許してくれ。大丈夫か？当たり前だろ。そうか。誰もいねえのか？逃げやがったな。ああ、いいか。絶対落とすなよ。ああ、振りじゃないから。落とすなよ。ああ、おい、なんだって。おい、この中に誰かいるぞ。動物の声とかでごまかせないから。そうだな、ネグロシウマヤキシなんかどうだ。ああ、ネグロシウマヤキシなんだ。これなんだ、バカなのか。にゃーお、ゾモサゴリリュウだ。やばい、子供でも人を食う。応援を呼べ。かわいい猫ちゃんを。バカ者、猫はめいめいだろうが。それはヤギでしょうが。何を言っている。ヤギはつくつく帽子、つくつく帽子だろうが。また出たい、文化のギャップ。わからないんだ、そんなに。おい、表出ろ。はい。占いのために赤唐辛子を大量に油で熱するやつがあるか。
おかげで白獣が臭いどころか目も開けられん。だってあなた小動物はダメだって。ギュンター占いはもうやめるんだ。なぜですか。陛下のご無事を祈る気持ちがあなたにはないというのですか。そうは言っていない。何事もなく戻るようにとは思っている。国外で死なれると面倒だからな。しーよくもそんな恐ろしいことを口にできますね。鬼、悪魔、この連結か。こう言われても。それともまさか、陛下への身の程をわきまえぬ横島な感情を押し隠すためにわざと無関心を装っているのでは。身の程をわきまえないのは貴様だろう。悔しい。やはりそうだったんですね。うすうす感づいてはいたんです。陛下はあのようにご聡明で美しくて、ちょっとお気が小さくて、でもちょっとお気が強くて。逃がすか。おい待てよな。何でよせ。考えてみればそうでした。あなたたち三兄弟の過去の恋愛遍歴を紐解いていけば、いつも気の強い相手ばかりと。気も解くな。ボルフラムのみならず、もしあなたまで。とてつもなく不愉快な誤解だ。もう誰も彼もが皆陛下にメロメロで骨抜きなんでさ。誰か誰か手を貸せ。フォン・クレスト卿が乱心したぞ。ギュンター上でもいいんだけどさ、なぜ海賊がセーラー服？おー、沖縄国のお客さん、聞けばお二人さん新婚ちゅうことじゃが。新婚なら同じ場所に変われるというの。新婚なのか。知らないよそんなこと。おいじゃあ高く売れそうな女子供からもらっていこうか。待てよ、それって人身売買かよ。じゃあまずはふざけんな。は？あんたら海賊に人身売買する権利なんてない。おい連れてけ、こいつは金になるぞ。片目だけじゃが黒に近い。だから話しよ。ゆえ下がれ。こらっと。ユリエ、行け。あ、うっ、あ、うっ、やも、うっ、素敵な男性と踊り、恋をして、
幸せをつかむはずの女の子が。ベアトルス、そんなこと言っちゃダメだ。そんなこと言わせちゃダメだ。ジュリア、シビキ、バカな、ここは海だぞ。コナト、ユリナ、分かってる。でも俺たちにはもうどうすることもできない。力を持たぬ船に限って襲い、壊し奪うの悪行三昧。正々堂々勝負もせず、卑怯な手段で押し込めては、か弱き者まで刃で脅し、己の所有と言い立てる。ぬすっとだけだけ敷いたこのことや。海に生きる誇りをなくした愚か者どもだ。命を奪うことは本意ではないが、やむを得ぬ。お主らを斬る。僕もあれをやられた。決命状だ。手厳しかったな。だがのどきとは状況が違う。ここは人間の領域だ。魔王に従う要素がどれだけあるのか。セーバル。これはパーティー会場にあった食べかすの骨。こいつ化け物だ。化け物だと世の顔を見忘れたか。おい、船だ。シバヨンの巡視船だ。おもやも屋内の杭、直径を持って償う覚悟に立つ。追って沙汰を申し渡す。ジュリア。おい、話が違うぞ。よかった。大丈夫ですか、ユーリ。目が覚めたようだな。うなされていたぞ。え、俺が？僕がだ。え、お前が？まさか俺、また何かやっちゃったのか？覚えてないのか？あれを。覚えてない方が幸せっていうの。また何かやっちゃったのか、俺。幸せ者が。っていうか、ここどこ？ていうか、なんで鉄格子？俺、あの後俺どうなって？ベアトリス、ベアトリスだよ。あ、どうなったの？ベアトリスは元気だし、フィスクライフと一緒です。よかった。あなたは彼女を助けた後に、この世のものとは思えない恐ろしい術で海賊どもを懲らしめました。結果としてああいうことになったのは、料理に使っていた食肉用の動物が新魔国から輸出した餌を食べていたからではないかと。どういうこと？で、陛下のおかげでほとんど鎮圧されたところにシマロンの巡視船が駆けつけ、海賊を全員拘束しました。あなたはそのまま寝込んでしまって、もうすぐ2日が経とうとしているところです。2日？俺、2日も寝込んでたの？コンタクトは外してから眠った方がいいですね。っていうか、なんで俺たち閉じ込められてんの？バレたからですよ、魔族だと。え？島論寮は俺たち魔族にとって旅を楽しめる地域じゃないんです。そんな、助けてあげたのに。ごめん、俺余計なことを。ユーリが謝ることはない。愚かなのは人間どもだ。そっか、今度は半分人間の血が流れてるんだ。この話はもうやめよう。でもどうしてこんなことになったのかより、この先どうするかの方が重要だよな。チャラーン。お待たせ、豪華夕飯よ。お目覚めのようですな。大事に至らず何よりです、陛下。これは
他の客と同じ献立ですが、お口に合いますか？なんで陛下だなんて、まだそこまでバレてねえって。いいね。なぜに？聞いてた通りだ。スザと相当可愛いね。おい、陛下に失礼だろう。だね。でもここ国内じゃないし、それに陛下、俺のこと忘れてて釣れないんだもん。忘れてて？ミス上腕二頭筋ごめんてぃ。でもなんで男性に？俺はもともと男。え、女装は仕事上の都合ってね。仕事上？でもコンラートにナンパされて。俺が隊長になんだって？そりゃガキの頃から仲はいいですけど。また兄弟とか？違いますよ、幼馴染です。片親が人間で子供の頃同じ場所で育ったんです。タイも同じで生死を共にした仲です。彼の名前はグリエヨザック。よろしく。非常時の護衛としてシルドクラウトからずっとついていたんですよ。ほんと言うと陛下とは国内で裸の付き合いしてたんだけどね。グエンの城のニューハウブロ、息子さんもちゃんと拝ませていただきましたよ。え、うっふっ。あー、僕に内緒で子供を。ブカブカー。じゃあ飯食って準備できたらこの船から脱出していきましょうぜ。え、バンダービーアートに。陛下のことで少々取り乱しすぎて、グエンダルにはご迷惑をおかけしました。お詫びの品を喜んでくれるといいのですが。ああ、しかしグエンダルの部屋を訪ねるのは初めてですね。もしや何人もの美女をはべらかしていたらどうしましょう。まあグエンダルに限ってそのようなことは。グエンダル、一言お詫びをしに。う、あ、編みぐるみ入っていいと言ったか。え、あ、申し訳ありません。グエンダル、編み物が趣味だったんですか？趣味ではない、精神統一だ。糸端の出し方から教えましょう。まず糸は内側から引き出します。糸を玉の中心に指を入れ、糸端を探して引き出します。これで糸が糸端から取り出せました。糸のかけ方は中指薬指の内側を通し、糸端を手前に、親指、中指で糸端つまみ、人差し指を立ててピンと張ります。これで糸を指にかけることができました。かぎ針の持ち方、親指と人差し指で軽く持ち、親指と人差し指で軽く持ったら中指を添えます。編みぐるみなんて奥深い、一本の糸から生まれる尊い命の数々。編みぐるみなんて愛おしい、かぎ針から紡ぎ出される小さな命の参加。
クマちゃん編むときはプチマルシェ中一玉、二つ穴ボタン10ミリ4つと刺繍糸はお口の刺繍用で必要でしょう。おめめボタン8ミリ2つと4ミリ1つ、ボタン付け糸少々もお忘れなく、体に詰める綿もね。編みぐるみなんて罪深い、出会ったら離れられないワンちゃんやハチちゃんたち、編みぐるみなんて素晴らしい、なんと言われようと私を止めることなどできない。こうして毛糸を編んでいると邪念を払って無心になれる。そうですか。だがここのところ不愉快な出来事が多くてな、作品が次々と完成してしまう。部下や使用人たちにも持たせたが、正直里親が不足気味だ。持っていくか。ああ、かわいい黒豚ちゃんですね。それは、クマちゃんだ。この船はどうしたんだ？救命艇は海賊どもに壊されていただろう。直させておいた。そいつが見張りもごまかしてくれるさ。まだ仲間がいるの？仲間っていうか、金で釣った仲間ってとこかな。いってらっしゃーい。あいつ、ディックのこと殴ってたやつじゃん。大丈夫かな。ひどうした、ボルフ。気持ちより。船酔いです。そっとしといてやりましょう。また見えてきたぞ。あれが、バンダービーヤ島か。到着して少し休んだら、山頂目指していきましょう。山頂？ってことは山登り？大丈夫ですよ。道は舗装されていますから、子供でも楽に登れますよ。道は舗装されていますから、子供でも楽に登れますよ。子供でも楽に登れますよ。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 なんて言葉に騙されたー。いやっほーい。え、何？何言ってるんですか、こんな坂道。軍の登山訓練にもなりゃしない。そういうのに縁ないの。なんでそこんなの箱根の旧街道以来だよ。いやおい、休憩所があるよ。え、茶店？なんだか時代劇気分だ。よし。おかみ、団子とお茶を。どうぞ。でも出てくるのは、あのね、お客さん、ご存知だと思うんだけどもね、祭りのみこしが出んのはお隣の山だよ。え？こっちの山はうちの宿屋でおしまいだけども。ちょっと、俺たち間違えちゃったらしいよ。下山してもう一回なんて、俺はまだしも船酔いと登山疲れのボルフが。キー、気持ち悪い。間違えてませんよ。え？俺たちが用があるのは、
この山の頂上。お客さん、この山の上に行ってもどうしようもないよ。頂の泉はあれ以来閉鎖されて。あれ以来って？15、6年前の夏の夜に天から赤い光が降ってきたんだけども、そいつが頂の泉に落っこって泉は三日三晩煮えたったんす。隕石だったんだ。いいえ、魔物だったんす。魔物？それから泉には誰も入れなくなって、入るとビビビッとしびれちゃうんだけども、ひどい人は心臓が止まったり大やけどしたりで大変なんす。湯に触らず奥まで行って魔物を見た人が一人だけいるんだけども、なんか銀色でピカピカしてって掴もうとしたら気失って、怖っ、半死半生で発見されて、今でも顔が顔がってわめくんです。でもそれって魔剣のことなんじゃないかな。お茶もう一杯くれるかな。はい。魔剣だよね。だとしたらその魔剣をゲットして新魔国に持ち帰れば呪いの泉も元通りになるし、新魔国の強さもアップして他国に侵攻される心配もなくなる。おまけに俺の王様としての権威も増すってわけだ。安心しろ、神万々歳だ。え、我々はその魔物を退治するために参ったのである。銀のピカピカをつかめるやな。よざ、だってそうだろ、何十人もが被害に遭ってるんだぜ。ま、もしそうなっても俺たちが縄で釣ってまたお船で連れて帰ってあげっけど。よざ、無礼がすぎる。あ、どうしました？船だよ、船。え？上？え？なるほどね。泉のところまで船で行くわけだ。あ、見て、壁になんか落書きがある。俺たちはここに来たぜ。へいへいへい。命知らずだぜ、イエーイ。だとよ。東京試しの記念落書きかよ。どこの世界も変わらないな。しかしここは俗に言う洞窟風呂の大規模なやつだな。どうしたの？湯が跳ねて。そんなに熱いの？まさか熱湯？危ない。え、ほどほどじゃん。平気なんですか？いや、平気も何も。ズボンで拭いたところなんかビリビリする。なんですって？素手では平気だったのに。なんで？俺は手もしびれました。これは泉質が酸性ってこと。どういうこと？陛下、俺に考えがあります。え？本当だ。こうすれば大丈夫だ。これはおそらくモルギフの仕業でしょ。そんなことできんのか。安心してる場合じゃないですよ。モルギフを持てるのは魔王陛下だけです。だから服は陛下じゃないから攻撃を受ける。なんか嫌な予感してきたんですけど。おい、見てみろよ。ん？あれが銀のピカピカじゃねえか。あれが？陛下、申し訳ないのですが、服を脱いでください。お湯に入ってもらわないと。マジで？ボートではこれ以上進めないし、服を着ているとさっきのような被害が。もう、わかったよ。ほら、見んなよ、お前。あそこまで行ってメルギブ取ってくればいいんだろ。よろしくお願いします。大丈夫ですか？しびれたりとかは？
ちょい厚めでいい感じ。しばらく温まっていきますか。仕事しちゃってからにしよう。奥は結構深いなぁ。あと少し。やあ！どうしました？噛んだ、噛んだ！なんか魚みたいな口が！顔が、顔が！陛下！やばいよこれ！今度は全然効いてねえかんな！触ったら絶対呪われる！陛下、落ち着いて！やだよこんなスクリームの悪役みたいなやつ！だって噛んだんだぜ！ああ、俺絶対呪われるよ！わかった、ユーリ。無理ならいいんだ。他の手を考えよう。落ち着いて。ゆっくり歩いて戻ってくるんだ。戻っておいで、陛下。危険なことはしなくていい。戻っておいで、早く。危ない橋は兵隊が渡るから。無責任だって言いたいのか。俺が無責任だって言いたいのか。ユーリ、いいから。俺はそんなこと言ってはしませんよ。陛下、早く戻ってきてくださいよ。こんなとこさっさとおさらばしましょうよ。あんたに何がわかるってんだよ。俺はごく普通の高校生で当たり前の15年しか送ってきてないんだ。それが夢みたいな世界に呼び寄せていきなり魔王になれなんて押し付けたんじゃないか。なのにおじけづいたからって責められんのかよ。誰だってあんなの見たらビビるだろうが。あんなに気持ち悪くできてんだぜ。刀なんか博物館でしか見たこともないこの俺にモテって。俺がどんな気持ちかなんてあんたに分かるはずないだろう。分かりませんね。え？俺には陛下がどんな幼年時代を過ごされたのか、どんなお人柄なのか全然わからない。陛下がどんなお気持ちなのかも皆目わからねえ。たとえどんなお方が魔王になられても、俺たちは黙って従うだけだ。兵士も民も子供もみんな、王を信じて従うだけなんですよ。柔らかな木漏れ日が君の微笑みのようだった。いつか見たあの空を君と共に眺めたい。こんな風誰かのことで胸を焦がすなんて、飛び交う数えきれない愛、みんなどこかへ帰って行くんだね。人はみな探してる。それはとても暖かい場所なんだね。おかえり、おかえり、ここは君の帰る場所。両手広げて待っている。飛び込んでくれたなら優しく包み込んであげる。おかえり、おかえり、ここは魂の帰る場所。怖がらないでいいんだよ。君が笑ってくれたなら僕の心は癒される。
なんだ、取ってこなかったのか。今日はここに宿取ったからな。とてもじゃねえけど、俺の手には負えねえや。俺だってさ、仮にも王様の剣なんだから、金器やゴールドとか職人泣かせの細工とか典型的な王様の刀を想像してたわけよ。それが実際は思い出すのも恐ろしい顔があって、しかも持ち主になろうっていう俺の指噛んで。妙だな。え？魔剣モルギフは魔王に絶対服従だとギュンターの日記にも書いてあるのに。はあ？でも俺の指噛んだんだぞ。ひょっとして腹でも減っていたんじゃないか。腹が？金属なのに。モルギフは人間の命を吸収して力とするので、発動するには精力補給の必要がある。公式な資料とは言い難いが、若い女性を好むという師匠もある。ギュンターよく調べてるな。それって人間を殺せっていうこと？いや、必ずしも殺せということはないだろうが。でも何をうろたえてるんだユーリ。人間ごときに情けをかけようってんじゃなかろうな。いや、あいつらは命を救ってやった僕らを監禁したんだぞ。思い出すだけで腹が立つ。返す言葉もございませんです。何にせよ明日は僕が一緒に行ってやる。何しろユーリはヘナチョコだからな。ヘナチョコ言うな。何をにやけている。なんか久しぶりだなって思ってさ、お前にヘナチョコって言われんの。それはお前が国を開けるからだろ。全く王としての自覚に欠けている。ヘナチョコにヘナチョコと言って何が悪い。悪くないさ。そっか、そうだよな。俺みたいな成り立つ新米陛下が最初から完璧なわけないよな。癖もタイプもわからない、初対戦のバッターにどう攻めるか迷って内野安打打たれたようなもんだ。え、なんだその誠意のなさそうな物言いは。そもそもお前が僕に求婚なんかしたから、僕は旅先でも目を光らせなくちゃならないんだぞ。ユーリが旅先でよからぬよからにブーブーそうな感情を持たれぬように。あ、そうだ、それ忘れてた。忘れてたらと。それ解決しなかったんだっけ。じゃあそれを求婚を取り下げて。やめろ。そんなことしたら僕の自尊心が。え、じゃあそっちから取り下げればいいじゃん。この際俺のプライドはどうだっていいから。そんなことはできない。え、なんで。うるさい。は？え、ちょっと、おい、ちょっと、おーっと、もう、おい、モルなあ、ごめんって、謝るからさ、クローゼットに閉じこもるのやめてくれって。黙れ、チリガル。ったく、こうなったらしばらく出てこないもんな。いいか、もしお前が心を入れ替えてだな、その、なんだ、その、お前が僕に思いよったな。あれ？あれれ？聞いてんのかな？ユリー。ユリー！試してるわけじゃねえって。結局俺はお国に忠実。どんな理不尽なものだって陛下の命令に従うさ。そんなのはお前が一番知ってるだろう。ただ、新しい陛下はどんなお人かなーって、そこんとこちょっと知りたくなっただけだよ。それを試すと言うんだ。そんな大げさなことじゃねえよ。ちょっと準備がしたかっただけさ。もしあの坊やが全王と同じなら、俺たち兵隊は黙って死に行く覚悟をしなきゃならん。あっと、誤解すんなよ。俺はテル様をこれっぽっちも恨んだことはないぜ。わかってる。けどあの方は間違えた。ご自分の目で全てを見ようとしなかったんだ。お前だってそうだろ。何人の部下、何人の友を奪われた。テル様がシュトッフェルなんかに任せなかったら、ジュリアだって今頃は。今後、
陛下を惑わすような言動があれば、お前をこの任から外すことになる。悪いけど上田明夫、閣下にその権限はないぜ。命令したいなら早く復帰しろ。まさか信用陛下のお守りして一生過ごすわけじゃねえだろ。陛下のお許しがいただければそうするつもりだよ。嘘だろ、どうしたらそこまで入れ込めるんだ。可愛さだけに騙されてねえか。そうじゃない、ルッテンベルクの使者とも呼ばれた男がどこで牙抜かれたんだ。ずいぶん昔の話を持ち出してきたな。またまたご謙遜を。そういや、あの青い魔石、坊ちゃんにあげちまったんだな。グランツの若大将に知れたら、脳みそ沸騰させんぞ。だったら行くしかないよな。だってよ、ルッテンベルクの死が俺を信じてくれてるんだから。おいユニ、お前は僕を置いて一体どこへ行くつもりだ。おいユーリ、僕の話を聞いてんのか。なあボルフ。なんだよ。ルッテンベルクの獅子って何？どうしたんだよ急に。ちょっと気になっちゃって。そんなこと聞いてどうする。知ってたら教えてくれないか。昔コンラートがそう呼ばれていた。もう少し髪が長かったからな。ルッテンベルクはあいつの生まれた土地の名前だ。そっか。じゃあジュリアって誰？神魔国には三人の桁外れの魔力を持った女性がいたんだ。一人は金のツェリ、つまり僕の母上だ。もう一人は赤のアニシナ。彼女はグエンダラニュエと事情のある燃えるような赤毛のご婦人だ。そして最後が白のジュリア。ジュリアは亡くなった。20年近く前に。彼女は生まれつき目が見えなくて。そっか。この石の持ち主がきっとそうなんだな。え？あ、いや、なんでもない。コンラットも気の毒だったな。恋人を亡くしてしまって。ジュリアがコンラットの恋人だって？え？違うのか？そんな話聞いたこともない。じゃあグランツの若大将ってのは？グランツは神魔国の北の端、アーダルベルトの生まれ故郷だ。アーダルベルト。あいつは婚約者が死んですぐに国を捨てた。魔族に復讐するために。そしてアーダルベルトと婚約していたのが白のジュリア。え？フォン・ウィン・コット卿スザナ・ジュリアだ。軽はずみな気持ちで触らないでくれ。やけどするのはお前じゃない。涙止めどなく溢れているのは自分を慰めているだけさ。儚い夢の結末は予期せぬ定めをたどってる。正義なんだと人は歌う。だけど人の涙は乾かない。もうこれ以上つらい仕打ちはやめてくれ。もうこれ以上俺に剣を握らせないでくれ。知ってるか、お前の定め。知ってるか、俺の宿
泣き星が泣き人が泣いて夜が泣く。みんなが泣いているのに気づかずに一人微笑むのはお前だけ。忘れられない傷を作ったのは他でもないお前なんじゃないのか。一人きりで来たぜ。なあメルギブじゃなくてモルギブ、昼もあったよな、覚えてくれた？俺ユーリ、お前を、いえあなたを誘いに来たわけよ。もう温泉はいいだろ。上がるの手伝うからさ、もう噛まないって約束して。噛むなってろ。あっ、くそー、いい加減にしやがれ。あっ、だから噛むなって言ってんだろうが。ジュリー待ってろ、ボルフラム、コナト、今からメルギブ引っこ抜くからな。無理はしないでください。でもここで無理しなくちゃ、ここでメルギブ手に入れないと戦争は止まらないんだろ。俺たちも戦争しなくちゃいけないんだろ。何度も言ってるけど、日本で生まれた俺は戦争反対、大反対だ。こっちには魔族のやり方があるみたいだけど、そんなの俺が変えてやる。その魔族のやり方ってやつを、いくら向こうが仕掛けてきたからってこっちまでそれに乗っちゃダメだろ。自分たちだけでも正しいことをしようよ。戦争するのは間違ってる。監督さんを殴ったことはお詫びします。それで監督さんは何をやっちゃったんですか？この子を怒らせるようなちょっとまずい出来事あったんでしょ？ゆうちゃんたら昔からそうなんですけど、子供のくせにポリシーみたいなものがあって、それに反することに出くわすと頭に血が上っちゃうみたいなんですよ。まあ我を忘れた状態になっても正義の二文字だけは守るんですけど。ヨザック、王様が戦争なんかダメって言えば国民はそれに従うんだろ。なあお前も。陛下。だったら
俺が魔王になってやる。俺が新魔国国王になってやる。この世界の戦争を全てなくしてやらん。
負けん。ゲットしたぜ。泣いた。陛下。こうなった。笑っているだろ。どうしてわかるんです？俺はあんたがどんな顔してるか見なくてもちゃんとわかんの。素晴らしいです。素晴らしいか？見てみろよこの不気味な顔。しかも泣くんだぜこいつ。モルギフじゃなくてあなたがです。俺？そう、ユーリが。これで少しは支持率上がるかな。支持率？そう、王様支持率。国民の皆さんどころか元王子とかお庭番にまで嫌われてるから。俺、ヨザックは任務に忠実なだけで陛下を評価するような感じは持ちません。それにグエンのことだったら心配いりません。彼がユーリを嫌うはずがない。なんで？彼は小さくて可愛らしいものを愛しているから。え？子猫とかリスとか地球でよく見たハムスターとかね。じゃない、いつまで真っ裸でいるつもりだ。早く服を着ろ。服を。え？うわっ、なんかに足掴まれた。掴まれた？ユーリ？またこのパターンですか？あ、ちょっと待ってよ。ユーリ！急がないと野球の試合観戦間に合わないよ。時間が戻ってる。渋谷、急げよな。ああ戻ってるってことは、そうなんだよな。俺にはまだやらなくちゃいけないことがあるんだよな。まだまだゲームセットじゃないらしい。終わりなんかじゃない、震えた感覚を濡れた髪かき上げた君をあるがまま、いくつもの夜を過ごし少し大人になったんだね。
ぞー。